千葉佐田吉は、江戸時代末期の鳥取藩藩士、北進一刀流の剣術家、桶町千葉道場の創設者、道の区国出身、剣豪であった千葉駐左衛門聖駄目の三男で千葉修作の弟、長男に千葉重太郎、次女に千葉佐奈子などがいる。幼少時から兄の修作と共に父から剣術の教えを受けた。青年期は、 兄と行動を共にし、玄武館の創設と運営にも協力した。そして、兄の玄武館の運営が、軌道に乗ったのを見計らって、自身も桶町に玄武館の分室道場を構えた。佐吉の道場は、中作の道場と区別するため、桶町千葉、または、小千葉と称されたが、玄武館と千葉道場は一体のものであった。当時は、身分制度が厳しく上級武士と、 下級武士は一緒に稽古することができなかった。千葉道場に館のがないのは上司と家手を分けたためである。また多流試合の調査も佐吉が担当した。佐吉の剣の腕は高く評価され、開永六年には鳥取藩の江戸染めの藩主として召し抱えられ、激剣取り立て役に任じられた。千葉佐吉と千葉重太郎の墓を置いてもその腕は、 おとることがなく、明治12年12月5日に死去。現在は、雑誌ヶ谷霊園に墓所が存在する。ありがとうございます。